おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、何をやっていくかと言いますと、こちらポルトガルガチャをね引いていきたいと思います。毎日ねこんな感じでサカツクの動画アップロードしていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。ってことで早速やっていきましょう。さあ今回はですね、まあポルトガルガチャ引くんですが、かなりね条件が厳しいガチャということで、フィーゴ一人出た時点で、撤退しようと思います。とりあえずフィーゴ一人だけの確保が、目下の目安と。最近ちょっとねガチャ引く動画がすごい多くて、ガチャ引く回数もすごく多かったので、ちょっとね落ち着くかなと思いますので、今回はですね、ちょっと貫突も目指さず、とりあえずフィーゴ確保っていうところを目標にやっていきたいと思います。確率 1% っていうのがね正直だいぶ厳しいかなとは思うんですが、まあそれでもね、キーマン特徴、まあ、特にネイマールに似ているステータスなんですけれども、ネイマールがマジで強いんですよ。なんでフィーゴも絶対に強いというところでですね、いやここはね1体ぐらい取っておきたいというね、あわよくばなんですが、とりあえず、まあ、300連する余裕ももうないので、まあ今回ね50連で来てくれればというところではあるんですが、ちょっと一緒に来てるね操作が正直微妙ということで、本当にねメインのあたりは10人中1人のフィーゴのみということで、はい、やっていきたいと思います。さあ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 、もうねもういい、すぐフィーゴ来ていい。10連目でねフィーゴ来て終わりにしたいまであるね、むしろね。ダニエル・カリーソー、まあ、あとはあれですね、中央突破の選手が、カンテとか、ちょっとねできればカンテとかっていうか、カンテだけなんだけど、できればちょっとねカンテをね貫突したいかなと思うので、カンテ出てくれると嬉しい。テームプッキだね、テームプッキね今年プレミアリーグ今年度大活躍したんですけど降格になっちゃいましたね。さあ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 、お次は星4、エベルバネガ、へえ知らんねえ。いやあれなんですよね、完全に私生活の話なんですけど、ちょっとね今ねちょっといろいろもろもろあって眼帯生活になっておりまして、とってもねゲーム画面が見にくい。いやーそうなんですよ、眼帯って不便ですね。さあマテオポリターノ、一応ですね星5の、おあれれ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 、ええソーザか、うわーソーザか、これフィーゴ、いやーどうなんだろうね。正直カンテが5つの牌持ってるのに、ソーザはスタミナ回復特徴っていうところがねちょっと私の中では、えカンテより弱いやんみたいな、いやまあそんなことないのかもしれないんですけど、あとねスタミナ回復やるのにスタミナに能力値割いちゃってるのも、そんな回復できるんだったらいらんくないとかって思っちゃうんですけど、どうですかね。やっぱいいや、ちょっとね厳しいね。1% の確率で、まあ、レジェンドが来る、まあ、2% でレジェンドが来て 50% ね、そのうちの半分でフィーゴって感じなんですけど、なんかこの操作で運が落ちてないといいんですけどね。はい、サルバトーレ・シュリグ、さあもうね、もうフィーゴでいいよ、もう俺フィーゴでいい、これフィーゴでいいよ、フィーゴ欲しいよ、フィーゴが欲しい、フィーゴ以外はやれないよ。ジェレミー・マトゥー、フランスですね。カンテも欲しいけどね、やっぱフィーゴだよね。はい、まあね特にですね、まあ、ポルトガル私ジョアン・フェリックス持ってないので、おーっと特別かかか仕事をしない、私ジョアン・フェリックス持ってないのでセンターフォワードポルトガル人使えないんですけど、まあ、一応フィーゴ右、クリロナ左で、まあ適当に真ん中置いてイブラに変えるっていう戦法取ろうかななんて思っているので、さあ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 、イブラじゃないわ、インモービルだわ。20連いきましょう。アラン・ニョム、カメルーン。カメルーンもね、いいですよね。ただね、ニョムはもう、おっと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 、これはカンテ。いやー、ちょっと期待しちゃいましたね。一瞬ね。まあでもカンテ嬉しいですね。ありがとうございます。ワンチャンね、ソーザよりもカンテの方が嬉しいまであるね。ソーザちょっとなーって感じなんですよね。ソーザ好きな方、本当に申し訳ないですね。ルイコスタとかじゃないんですよね。でもね、フィーゴなんですね。おどなた、フランスか、あ、ルカエルなんですか。
リュウカエルなんですもんね。私能力値的には結構好きな能力値ではあるんですが、まあ、ちょっとレフトサイドバックね、そんなねエネルギー割く余裕ないですよね。ルークスレイ一方、とりあえず私金トロフィーで誰交換したか、あルークロールとセニョルか。うん、皆さんね結構金トロフィーもゴールキーパーまた交換できるようになりましたからね、あれとか取ってもいいんじゃないかなとかって私結構思っちゃいますけど、さあ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 、そうしたらですね、とりあえず20連でこのままもう一人ぐらい星5来てくれると嬉しいんですけどね。いやカンテ来てくれると嬉しいね。全然カンテでいい気がする。もちろんあのフィーゴ欲しいですけど、ワリドエルハジャム、さあうん、黒沢どなたでしょうか。ニコライ・ヨルゲンセン、はあ黒沢なんだ。なかなかちょっとデンマークの選手もね存じ上げないんですよね私。さあ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 、はい、ボルナ・バリシッチ、クロアチアですね。ちょっと待って、フィーゴでいいよ、もうフィーゴでいい。おお終わってしまった。さあ20連して、うん、まあカンテいいね、カンテは良かったが、いやー 1% だよね。うん、ちょっとね、あのもしかしたらフィーゴとソーザだけちょっと確率高いんじゃないかと思ったらね、全部イーブンでした。さあ頼む頼む、フィーゴ来い、もうフィーゴでいいんや俺は。スタンスバイテンス、スタインバイテンスか。うん、まあフィーゴと交換してくれ、フィーゴにしてくれ。さあ次はマルク・バルトラ、さあ行きましょう、来い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 、フィーゴ星さん、誰でしょうか。セルヒオ・アルバレス、スペイン人のゴールキーパーで言ったら今はあれですよね、ケパ・アリサバラガがだいぶなんか渦中の人みたいになってますけど、うーん、ちょっとあれですよねケパね、今年あれでしたもんね、微妙でしたもんね。どうなるんですかねあれ、まあ、そんなことはどうでもいいんだよ、そんなことはどうでもいいんだ。フィーゴが欲しいんだ俺は。マルクス・ココを、ちょっとね、ココーさんも存じ上げないですね。ココーさん存じ上げないので、フィーゴと交換してくれないですかね。さあ、お次は？アイザック・サクセス。名前かっこいい。アイザック・サクセスかっこいい。さあ、来い！星4。いやーね、マーニャ・ミハイロビッチ。さあ、フィーゴ来い！頼む頼む、フィーゴ来い！うーん、星4。いや、頼む。頼む。そろそろ来い。結構しんどい。でもまだ30連しか引いてないのか。お待ってくれ。あのさ、最近思うんだけど、ちょっと待って、今すごいね、これフィーゴだと思うの。なんかこの、赤でポストイット付箋なしの時って、来てる気がするんだよね、今まで。ほら、やばくない？やっぱそうだよね。なんかすごい確信したもん。あ、フィーゴだって。なんだっけ？なんか、ここ最近ぐらい全部そうな気がする。もちろん、付箋がある時もな、あるん、もちろん付箋があってクリエロナとかもあるんだけど、付箋がない時、最近、ドンピシャ当たりが来てる気がする。ここ数回、付箋なしの、その星5の、バインダー見てから開いてがっかりした記憶が最近ほとんどないんだよね。サネはいらんけど、そうなんだよ、付箋なしのところ開いて、あーこっちかみたいなことなった気がしないんだよね。付箋ないやん、誰や誰や、来い来いって思ってくるみたいな。いやいいですね、ありがとうございます。いやマジでよかった。うわ、もうなんかもう一気にすごいなんか安心して肩の力が抜けましたね。はい、ってことでですね、今回はこんな感じの動画にさせていただきました。無事にね、サネはちょっともう貫突しているので、スキル用、ただスキル用にしても育てるの大変だよねって気はしますが、どうしようね。まあ、それでも、一応まあソーザそんな欲しくはなかったとはいえね、一応30連かな。でソーザフィーゴ揃いまして、でカンテ欲しかった、カンテも来てくれてね、だいぶ恵まれてたガチャだったんじゃないかなと思います。欲を寄せていただくのであればね、まあフィーゴもちろん貫突まで持っていきたいみたいなところはあるんですけれども、まあまあちょっとあれだね、SWCC の総合値と相談だね、総合値の制限と相談だね。はい、ってことでですね、こちらカットイン系統千変万化のドリブラー、一応ねフィーゴ星4のフィーゴもカットインのだというふうにお話を伺ったので、星5フィーゴ持ってないんだったら星4フィーゴでいいじゃんっていうスタンスではあるみたいですね。
ただもうこの切り込みの支配者ね、これが嬉しいね。圧倒的な新キーマン特徴ということで、ネイマールとね双璧をなすカウンターの一角になってくれればなと思います。ってことでですね、今回の動画はこんな感じ。ここまでご視聴ありがとうございました。無事にフィーゴ引けてよかった。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。